洗濯ブラザーズのワッシュワッシュということで、今回はですねクリーニング屋さんで働くスタッフの、ファッションチェックをやっていきたいと思います。皆さんね、どのような洋服を着てどのようにケアをしているのか全公開しちゃおうかなと思っておりますので、ぜひご覧ください。はい、アルバイトの小林です。僕の、今日の一押しはこのトレーナーです。これただのラコステさんのトレーナーに見えるんですけど、実はここに僕の大好きなアーティストさんのロゴが入ってます。これ日本で限定で60個しかない、かつオリジナルで作れるっていうので、これちょっと着てきてます。あとちょっと見えにくいかもしれないんですけど、パンツリブレに入ってですね、アルバイトをしてヤヌークさんっていうブランドにちょっと出会わせていただいて、もうそこからずっと毎日ヤヌークさんのパンツばっかり履いてます。もう僕の一押しです。あとこの履いてる、見えますか、このソックス、これ渡田さんにいただいたソックスです。これが一番のお気に入りです。はい、どうも、リブレのイベント担当の星野です。今日のこだわりとかは、まあ、特に、まあ、バブアーでこれずっと欲しかったやつを最近買いました。で、中もシンプルで、でパンツがワンオーファイブさんでオリジナルでオーダーしたパンツになります。結構気に入ってます。で、洗い方のケアは割とバブアーはそんなにそのまま本当ホコリだけを取って、で、まあ本当ホワイトパウダーとかで、まあ、きなりをキープするような感じにしてます。安田です。普段はクリーニング工場で働いてます。今日のコーデのポイントは、テーマは冬のクリーニング屋さんです。クリーンなイメージの水色のセーターとタイツで合わせました。このニットはパロマウールで、スカートは水原希子ちゃんのブランド、オフィス希子っていうブランドで、靴はナイキのショックスです。服のケアの仕方は、このうちのリブレの洗濯ネットで、洗濯機で洗っちゃってます。はい、どうも、ミシク店のコットンです。よろしくお願いいたします。本日のファッションなんですけども、上からこれが爆裂らんまん娘っていうところの別人の四天王寺のスカジャンですねあと、インナーに着てるパーカーが、イラストレーターの儀式さんっていう方がやってるアパレルブランドデスエンジェルの、パーカーで、パンツはですね、普通にユニクロのワイドタックパンツですね。で、靴が、鬼塚タイガーの靴、あと、靴下がですね、福助と、DWS のコラボの靴下になってます。はい、気をつけてるケアの部分でいうと、このベロア素材の、スカジャン以外もそうなんですけど、ベロア素材ってリブレでも水洗いがすごい難しい素材になるんですね。なので、水洗いを極力、まあ、数年に一度ぐらいに抑えたいので、もうやってるケアといえば、やっぱ着用後は
コロコロでしっかり汚れを取るという部分と、やっぱ皆さん気になるのは匂いだったりとか、まあ、除菌っていう部分で気になると思うので、このスチームワンさんのですね、まあ、スチーマー、これかなりデリケートな素材にも使えるので、これで蒸気を当ててしっかり除菌と消臭をするっていう部分かなり気をつけてます。はい、洗濯ブラザーズ長男のファッションのこだわりなんですが、バフはかぶりましたよね。やむなくダダかぶりです。やっちゃってるんですよね、これ打ち合わせなしなんで。ただかぶってないのがねちょっとあります。この B に、はい、マイナルジャンキー、これ皆さん知らないでしょ。これマイティクラウンのコウジ君がやってるブランドなんですね。これね、ぜひチェックしてください。あとスニーカーです。別撮りするんですね。別撮り、はい、あの、ジョーダン1とイーストサイドコラボの実はゴルフシューズなんですね。はい、これね、ゴルフに行けちゃうぜっていう、ね、あの評判の。右がジョーダン、左がゴルファー。はい、こちらもぜひチェックしてください。で、まあ、洋服の洗濯のこだわりなんですけども、まあ、やはり服のアンチエイジング、ハッピーランドリー大事なんですよね。基本は僕は手洗い、こういった濃いものはね基本手洗いしてます。で、まあ、リブレというかのダーク&カラーで、はい、色を出したくない。ちょっと型崩れね、やっぱりこうスウェットなんかをしちゃうんで、洗濯ネットに必ず入れて、デリケートコースで洗っております。クリーニングスタッフの、ファッションのこだわりと、洗濯の仕方をお伝えしました。ぜひ皆さんね、グッドボタン、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。まあ、定期的にちょっとね、YouTube やっていきますので、はい、皆さんのお役に立てる内容を作っていきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。